今日はですね、ちゃんまりさんにドッキリを仕掛けたいと思います。今回のドッキリはですね、5つのワードを録音して、そのワードだけで企画動画を撮れるかというドッキリになっております。いやー、ちゃんまりさん気づきますかね。いや、気づかないんじゃないんですかね。あのちゃんまりさんですからね。どう思いますか皆さん。それでは見ていってください。皆さんこんにちは、かしこまりです。パンディです。ねえ、なんかまた新しい収録方法じゃんか。なんでですか。なんでですか。知らないよ。テレワークだからじゃないの。僕ね、今回あれなんですよ。え、テレワークを生かした企画を考えてきたんですよ。マジですごい、うん、略してほう、テレワーク食べてるものはなんじゃろな。え、略してって言ったけど何を略したの。略してテレワーク食べてるものはなんじゃろな。なんかを略したんだ。何が、だから長いんですよこれは。何が。いや、テレワークって本当やるの大変ですよね。いや、でもテレワークしてたら、うん、やっぱりご飯とか食べたくなっちゃうじゃないですか、うん、でも画面を消したらそれってバレないですよね、うん、今何を食べてるんでしょうか。なんじゃろなを訳して、テレワーク食べてるものはなんじゃろなでございます。どんなゲームなの。え、どんなゲームなの。ちょっと何言ってるかよくわかんない。なんでなんだろう。え、じゃあたんまり食べていいの。食べる。僕から食べるんで。なんで。さあ、それでは早速やっていきましょう。オッケー。さあ、それではいきますね。うん。なんだ、なんか袋開けた。あ、シャクシャクしてる。いいな、なんか美味しそうな、美味しそうな音。美味しい。そうですね。美味しくないの。なんでですか。何が。大丈夫、どうしたの。え、これちゃんとパンディ。そうですね。当てていっていいのかな。なんだろう、なんかさ、お菓子じゃない、お菓子。いいと思います。あれ、なんかちゃんとあれ通じてるかな。お菓子、なんか日本語が通じてるのかな。パンディですか。そうですね。え、あれでしょ、最近さ、よくさ、深夜にさ、コラボ配信してるパンディでしょ。そうですね。え、それともあれかな、あのさ、最近さ、リングフィットアドベンチャーのさ、抽選予約当たったパンディ。ちゃんまりさんじゃないんですから。何が、どういうこと。っていうかさ、私にもリングフィットアドベンチャーやらせてくんないかな。なんでですか。まあね、なんなんマジで、ほんとそういう態度さ、ほんとよくないよ。なんかそういうことやってるとさ、なんか言っちゃうよ、あれあれ言っちゃうよ。なんでですか。最近さ、なんかさ、テレワークで会社行かなくていいからってさ、サボってるんでしょ、お仕事。じゃあ、あまり知ってるからね。なんかね、夕方のね、3時ぐらいにね、だいたいスイッチでね、パンディがオンラインになりましたってなるからね。確かに。うさいな。え、そういうことばっか言ってんだったら、もうあれだよ、リングフィットさ、買ってもらうよ、私のやつ。今ね、もう買っちゃうから、アマゾンで。もう、なんでですか。パンディの、パンディにお金払ってもらうように、もう。よし、これ、もう押しちゃうね、じゃあ。なんでですか。なんでですか。3、2、やめろ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 。高いんだ、アマゾンで買うと。あべ、本物だ。高いんだよ。本物のパンディだ。なんでですか。あ、でもねえ、それなんなのマジで。何がですか。いや、何それ、それ。え、なんなの。それ僕の声を、僕の声をサンプリングしてみたんです。ちゃんまりさんはこれだけで受け答えできるかなと思ってね、作ってみました。ちゃんまりことバカにしてるでしょ。そうですね。うざいマジで。結構ね、結構最初の方で気づいたよ私。確かに。もうやめにしよう、もう終わりにしよう。もう、なんでですか。もうだって話できないじゃん。確かに。確かに、そうでしょ。だからもう、じゃあこれで終わり。なんでですか。最後の挨拶できる。なんでですか。最後の挨拶するよ。そうですね。じゃあ皆さん、今日見てくれてありがとうございました。バイバーイ。確かに。なんなんマジ。